させていただこうかなと思います。付き合ってください。お願いします。もう終盤になってくると僕喉死ぬんで、でそのことに集中しちゃってあんまり感謝の思いとか伝えられないと思うんで、ここでちょっと感謝の思いを伝えようかな。最初に思います。僕は、普通の家に生まれて、もう僕普通の家庭で生まれて20年間、育ってきました。で、18歳の時に、この大学に来て、県大の慶応学部というところに所属させてもらって、素敵な OB の方々と、はい、最高ですね、この方。いろんな僕の仲間たちに、出会うことができて、特に慶応ではあんまり18年間あんまり表に出せてなかった感情とか、
思いとかをこう表に出すことの、場を提供してもらって、すごい軽音楽部自体に感謝しています。ありがとうございます。多分実は多分あのカメラで映ってて YouTube に多分上がると思うんですけど、これはいつもお母さんとお父さんがこんな姿をいつも見ちゃってて、毎回帰省のたびにヒップホップはよってな言い慣れるんですけど、まあ、ちょっと恥ずかしくて、まあ自分の曲でもないしカバーなんで全然そんなことないんですけど、まあ釣りよくは、なんか今まで育ててくれたお母さんとかお父さんとか家族とか身の回りの環境にを感謝を伝えた曲です。次の曲聴いてください。さくらです。地球に落ちた人間、辛くだって生きてく、何のためか分からず
家族仲間泣かしても自分のために戦う綺麗事を悪そくらい溢れてくるドーパミン俺の目が変わった時計やってしまえのゴーサイン別れようと投げないラップ歌う生涯今でも俺は俺のことが好きでしょうがない信じられないこと信じてみよう笑われてもいいから信じられなくなったら寂しくなるだろう今日はダメでも明日勝つんだろう負ける気がしねえよビビってないでビットしてみせろよ俺の仲間だろ心配してんのか焦んなよ俺が負けるなんてあるわけねえもん勝つために生まれて体張って生きてく神輿の上で俺はカッコつけてる俺は全部ネットするし起こすがこんなし怖いより溢れてるお前たちと同じ失敗を繰り返して夢に一歩近づく変わらないことはただ一つ変わり続けてる感じることができない奴らだけわかってる一人では何もできないことを忘れちゃってる心配はいらないワンパーずつ持ってけ何人か本当の達がいればやっていける信じられないこと信じてみよう笑われてもいいから信じられなくなったら寂しくなるだろう今日はダメでも明日勝つんだろう負ける気がしねえよビビってないでビットしてみせろよ俺の仲間だろう次の曲は最後に出ます、次の曲は僕が1年生の時に出たノイズメーカーズというバンドがあったんですけど、その、まあもうほぼいなくなっちゃってって感じだったんですけど、ここにはいない。あ、すいません、どうです。はい。まあ、やる曲は、その時にさっき流した登場曲で使った曲で僕にとって結構一番なんじゃないかっていう大切な曲です。なんか日々生きてるともうさっき言ったんですけどいろいろあると思うんですよ。で、まあ、特に学生なんかはなんか結構フリーですけど、フリーだからこそなんかいろいろなんか周りの人がちょっとあれやなって思ったり、なんか他人のせいにしたいことっていっぱいあると思うんですけど、皆さんがどんな家庭に生まれたとか、どういう場所に生まれたとか、どういう親かとかで、どういう顔で生まれたかとかって自分の責任じゃないですけど、でこれからの一個一個の選択は全部自己責任で、社会って多分冷たいんで全部自分のなんか確認不足だったり、なんかこのライブやるときでもなんかスケジュールとかいっぱい出ると思うんですけど、それをちゃんと見てなくて遅刻したりしたりとかってやっぱり全部自己責任で、他人のせいにしてもそれが結果としてそれである以上人生もそうなのかなって思います。今日はありがとうございました。これからもどんどんいろんな素敵なバンドが続くと思うんで、皆さん今よりも盛り上がって、僕の時はいいですけど、正直盛り上がってほしいですけど、この次はそんな曲、そんな騒ぐ曲じゃないんで、それぞれの心の中でなんか響くものがあったらいいなと思います。聴いてください、プロミス。
僕はうまく笑えずに喋るのも苦手、友達と呼べるやつもいません。黒い雨降る高校地帯、生まれる場所誰も選べない、神様のせいにしたくなる。父さんも天国に行ったあの日から、どこにでもあるもんしかて、祈る綺麗な空の真下で、ママは病院のベッド、まだ僕らのことをいじめるの、たまる請求書の山、家族のためにも働かなかなかなか、うまくいかないから必死働くしかない、夢は叶わない、僕にもある特別な日、プレゼントより抱きしめてほしい。盛り上がっていきましょう。